さんこんにちは、ハドワーカーの大西です。本日のテーマはストローク力アップ、ライジングショットの打ち方のコツっていうテーマでお伝えしたいなと思います。なぜこのライジングショットが必要なのか。やっぱりこのストロークの技術の中でライジングショットっていうのは少し難易度が高いのですが、これが打てるだけでストローク戦がかなり楽になります。例えば相手の打ってきた深いボールを必ず下がって打ってしまうっていう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、それを低く沈めるのが結構難しかったり、対平行陣でやっぱりこれも下がって打ってしまうと前に落とされたりっていうことで、ダブルスにおいてこのライジングを使えるか使えないかではこのストローク勝負に大きな差が出てくると思います。はい、で今回このライジングショットが打てるようになることで早い展開に持ち込めたり、深いボールをライジングで対応することによって、まあ、前のスペースっていうのをあまり作らなかったりっていうメリットがありますんで、まあ、普段のラリーの中で下がってしまうっていう方、深いボールが苦手っていう方はぜひね参考にしていただければなと思います。はい、それでは早速ライジングのポイント、3ポイントお伝えしていきたいと思います。でまずはこのライジングっていうのがどういうタイミングで打つショットなのかっていうのを理解していただかないといけないですね。でストロークのタイミングは大きく分けて3つです。皆さんが結構得意、打ちやすいタイミングっていうのはボールがバウンドして落ちてくるところ、落ちてくるところですね。落ちてくるところ、これがまあダウンっていう言い方をします。でもう一つは一番高いところ、トップ、トップ。でこのライジングというのはこのトップに行くまでのここの間のことが、まあ、ライジングショットって言われますよね。だからこのライジングショットって言ってもちょっと幅が広いんですよね。ショートバウンド、もう本当に上がり際を取るようなライジングなのか、もう少し頂点に行くまでのこの辺りを取るライジングなのかによって少し打ち方は変わってきます。で何よりも大事なのはやはり自分でタイミングを測って自分で決めたタイミングで捉えるということがかなり大事なんですよね。なのでこの簡単な練習法としては自分でボールを投げて、まあ頂点に行く、まあ、少し下で捉えるで決めて、まあ、こうやって自分でこの時のコツは、まあ、比較的まだ打点自体が高いんでこの膝をクッションのように使って柔らかく曲げ伸ばしをうまく使って対応していただければなと思います。こうやって自分でボールを投げて練習するのってすごい、これ私簡単そうにやってますけど意外と難しいんでやってみてください。でこのショートバウンド風のライジングっていうのはどちらかっていうとちょっとこう膝を落として打ちます。パパッと、これ両方やってみてください。パパッとパパッとっていう感じ で今はこう自分でその場にボールを落としているんで比較的対応しやすいんですが、実際向こうからボールが飛んでくるということなんで、まずその飛んできたボールに対して手でそして足を使ってうまく合わす練習をした方がいいかなと思いますので、まずやっていきたいなと思います。さあ行くぞ。感じでちょっとあそこから来るとかなり勢いがあるんで難しいんですけど、もう少しね離れた距離から、人に出してもらって測るという練習全然いいと思います。ライジングでもショートバウンドで取るのか頂点に近い少し上げたところで取るのかによって膝の使い方であったり体の使い方が少し変わってくるということですね。はい、そして2つ目が準備を早く。当然打つタイミングというのがボールが頂点に上がって落ちてくるこのダウンに比べて早いわけなんで、いつもより早く準備をし始めるっていうのを意識してください。で準備というのはこのショルダーター肩をグッと入れるという作業ですね。で必ずこのラケットをセットしてボールを迎え入れるという一瞬の間、余裕を持つというのがこのライジングでのキーポイントだと思います。で次はちょっと実際ボールが飛んできてそれをあえて迎え入れてスルーするっていう感じでいきますね。構えたところからセッセッ、こういう感じセッ
これぐらいセットして迎え入れる時間を必ず。焦ってしまった方がいいですよね。こういう感じでじゃなくてセット迎え入れるっていう感じ。セット迎え入れる。はい、今ぐらい準備を早くする。そしてタイミングを測る。早くそれをするとボールを迎え入れる一瞬の間が生まれます。ここがすごい大事なんで。で最後はステップ3になるんですけど、ボールを迎え入れた後は手で打つんじゃなくて、まあこれはねもうスライスでもボレーでも言ってます、体の回転運動を使って最後合わせます。まあこういう感じですね。で軸をしっかり残しておく。体が一緒に開いてしまう方結構多いんですけど、軸を残して体の回転、こういう運動でいくと面がかなり安定しやすいんで、これはまあ最後の段階ですね。ちょっと打ってみたいと思います。はい、今みたいにまず短い距離でしっかりタイミング、そして体の運動を、ね、作っていただけばいいかなと思います。最後はちょっと後ろからしっかり実践を意識して打っていきたいなと思います。本日はライジングショットの打ち方のコツっていうテーマで皆さんにお伝えしました。でこのストローク力を高めたいっていう方にとっては、このライジングショットっていうのはもう必須スキルとなってますんで、まあ、今日言ったスリーポイントぜひ意識してやっていただければなと思います。大事なのはまずタイミングを覚えるということと、ラケットを速く引く1番と2番、これとにかくね意識してやってみてください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。